虹色トリップ沖縄編、格安ツアーで行く夫婦二人旅、スタートです。虹色トリップです。現在時刻は午前9時30分頃です。私たちは3ヶ月ぶりに沖縄に行くために関西国際空港へ向かっています。今回の沖縄もタイトル通り格安ツアーです。約2ヶ月前にトラベルコ経由で見つけ、ニーズツアーという会社で予約しました。3泊4日ダブルツリーヒルトン宿泊、レンタカー付き、往路午前便、袋夜便で1人 21,200 円という今回も破格のツアーです。どんな旅になるのでしょうか。楽しみです。関西国際空港に到着しました。今回も前回と同様、ジェットスターで沖縄に向かいます。ジェットスターは関空でも那覇空港でも空港カウンターが出入り口から近いのでとても便利です。ツアーを探すときにジェットスター利用便のプランから探すことが多くなりました。この先を左に曲がれば、すぐにジェットスターのカウンターです。便利すぎます。空港内に入ってから荷物を預け終えるまで約5分で完了しました。現在関空は大阪万博に向けて大規模なリニューアル工事中です。工事の影響で飲食店がスターバックスとマクドナルドぐらいしかないため、出発前の食事の楽しみはありませんが、全面リニューアルされた後のことを考えると今からとても楽しみです。前回ジェットスター利用便はバス乗車&置き止めでしたが、今回はボーディングブリッジからの登場です。今日の便は若い人が多くて機内の雰囲気が明るいです。窓際から2席が私たちのシートです。お待たせします。本日は満席のご予約を頂戴しております。頭上のロッカーには、南下するにつれ青くなる景色、普段見ることのできない青さに早くも感動です。とても綺麗です。晴れた日の南航路飛行のお楽しみ、島探し。スマホにダウンロードした映画なんて見ている暇はないのです。いつかこの島にも必ず行きます。うたた寝をする間もなくあっという間に到着しました。離陸から着陸までわずか1時間50分この近さがたまりません。本当に近いです。今日はいつもここを通るたびに買わずに後悔している南大東寿司を買いたいと思っています。帰りに買おうと思うといつも売り切れで買えないんです。残っているでしょうか。あー残念、売り切れです。気を取り直してとりあえずガバジュース飲みます。美味しいですよね、このガバジュース。恒例の行事、水槽の魚たちにご挨拶したらまた沖縄に戻ってこれたこと実感できます。ね、あっちはねチンアナゴがいないね。こっちにはチンアナゴがおる、うん、こんにちは。お魚へのご挨拶が終わればレンタカー会社のバスに乗る流れももう慣れっこです。レンタカーはトヨタのヤリスでした。今回も綺麗な車です。ありがたいです。今日は火曜日で
ランチに行ってみたいと思っていたお店の定休日が多く、営業していないところが多いのですが、なんとか私の行きたいお店リストに保存されていた海洋食堂さんが営業していました。島豆腐の有名店で、航空会社の CA 御用達の食堂のようです。到着しました。沖縄の食堂のいい雰囲気があっていいですね。こういったノスタルジックな食堂は沖縄ならではなので、入るのが本当に楽しいです。今日は地元の方率が多いようです。ローカルなランチ食べるのが楽しみです。これしよう、私吉豆腐そばにしよう。吉豆腐今日売り切れ。あ、売り切れ、あ、残念。角切りして煮込んで、上にお肉が。あ、それにします。私早期定食。はい、ごちそうさ。おいしそう。はい、はい、はい、ありがとう。お願いします。お店の方おすすめのうぶさ来ました。てんこ盛りのお豆腐の上に豚肉が乗り、沖縄そばとおからの和え物もついています。さすが沖縄の食堂、ボリュームがすごいです。秋おっちは早期定食、こちらも豆腐と野菜がてんこ盛り、早期もボリュームがすごいです。それではいただきます。まずはお肉から。これは三枚肉ですね。いただきます。おいしいです。甘じょっぱく煮込まれ、ほろほろと柔らかくて本当においしいです。おからは素材の味重視の薄味で素朴でおいしいです。次は島豆腐を食べてみます。実は私、島豆腐ちゃんとしたものを食べたことがないんです。おお、豆の香りがかなりガツンとしっかりしています。普段食べているお豆腐には感じない豆の香りがします。煮汁の味は絶品です。こちらの海洋食堂さん、お豆腐の有名店ですが、私はこの沖縄そばのスープが、豚肉の出汁がしっかり出て、でもクリアで上品なお味でかなり気に入ってしまいました。お肉の味付けも絶品で、沖縄そばのスープも美味しすぎるので、次に来た時はソーキそばを食べてみたいです。それではゆっくりいただきます。ごちそうさまでした。よかったね。結構次から次へと人が、海洋食堂さん、お客さんがひっきりなしに入ってきて大人気のようでした。次は絶対沖縄そばを食べに行きたいと思います。ごちそうさまでした。デザートを食べに安定のブルーシーライスにやってきました。こちらの店舗、ハンバーガーなどのフードメニューも取り扱っているようだったので、どんな感じなのかなと、まだお腹に余裕のある秋おっちに食べてもらおうと思ったのですが、深刻な人手不足のため、ハンバーガーなどフードメニューは販売を終了しましたと貼り紙が貼られていました。どこも人手不足のようですね。どれにするかかなり迷います。選べないので、ジュニアサイズでカップにして3種類選びたいと思います。ウベ、ハイサイガバマンゴー、そして大好きな塩チンスコ味にしました。お店の中は古き良きアメリカンダイナー風のインテリアです。キヨッチはサンデーのドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツがたくさん載っています。そして私はジュニアサイズのトリプルです。ウ
フェは濃厚で美味しいし、キッズが好きそうなお色のハイサイガバマンゴーも爽やかで、ガバとマンゴーの香りで一気に口の中が南国になります。塩チンスコー味、甘いとしょっぱいの組み合わせは間違いないです。お腹も満たされたので、今日のお宿ダブルツリーバイヒルトン那覇首里に向かいます。今回も格安ツアーです。どんな感じのホテルなのでしょうか。ワクワクが止まりません。リノベーションしたんだな、違うホテル。ホテルが見えてきました。結構立派な建物です。ホテルロビーはほんのり昭和感漂う雰囲気で懐かしい感じです。それでは早速チェックインしたいと思います。チェックインお願いします。チェックイン、何やらトラブっているようで、かなり時間がかかっています。時間にして20分ほど。明言はされませんでしたが、どうやらお部屋が空いていなかったようです。そしてアップグレードで他の部屋を用意しましたと告げられました。立ったままフロントカウンターで20分待ったことでかなり疲れてしまいましたが、アップグレードしていただいたので結果オーライです。今日は修学旅行生が多く、現場は混乱していたのでしょう。アップグレードされたお部屋はどんな感じなのでしょうか。楽しみが倍増してワクワクします。それでは3泊4日レンタカー付き、1人2万1200円、格安ツアーのお部屋、どんな感じなのでしょうか。お部屋オープン。いいです。広いです。綺麗、おしゃれ、ラグジュアリーです。清潔感に満ち溢れています。このピンと張られたシーツ、最高に気持ちいいです。ホテルの建物は新しくありませんが、客室やバスルームなどリノベーションがされているようで、とても綺麗です。スキンケアのアメニティも十分すぎるぐらい用意されています。クローゼットにはアイロンとアイロン台もあって助かります。ミニバーにはポット、カップ、グラス、ティーバッグなど一通り用意されています。棚の上には美容スチーマーまであります。そしてこれは嬉しい、ネスプレッソのコーヒーマシンもあります。今回のアップグレードでは当初のお部屋と広さは変わりませんが、美容スチーマーやネスプレッソ、11階以上の高層階であること、そしてアメニティ、インテリアなどに違いがあるようです。ダブルツリーヒルトンではチェックインの際にクッキーを提供しているようです。1980年代 VIP のお客様にクッキーを提供するホテルが多かったことから、すべてのお客様は VIP というサービス精神から、すべての宿泊者に提供するようになったとホームページに書かれていました。そしてこのクッキーの生地は宇宙飛行士にも提供され、宇宙ステーションのオーブンで調理されたことがあるすごいクッキーだそうです。
ほかほかで甘くてしっとり美味しいクッキーです。そうそう、高層階になったので気になる眺望はどんな感じでしょうか。なんということでしょう、那覇市内が一望できる素晴らしい景色です。肉眼では海とその先に浮かぶ離島までしっかり見えています。地元の大阪とは違った形の建物や地形が興味深く、ずっと見ていられそうです。下を見てみるととても素敵なガーデンプールが見えています。暗くなる前にちょっと今から見に行ってみようと思います。Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost...食べに国際通りにやってきました。今夜はステーキの気分です。今回は3泊4日なので、初日はなるべくリーズナブルに抑えたいと思い、のれん街にやってきました。こちらののれん街には屋台村のようにたくさんのお店が入っており、沖縄料理からお肉、居酒屋まで何でも揃っています。その中でも今日私たちは水富商店さんでステーキをいただきたいと思います。こちらのお店、看板からは年季の入った雰囲気が出ていますが、実際はとても新しく綺麗なフードコートです。水富商店さんのメニューはこちらです。まずは迫力の 450g のステーキ2200円、安い。A5 ランクのお肉もあるようです。そして OK サーロインステーキ1100円、私たちはこちらを食べに来ました。他にはハンバーグなどもあります。私は OK ステーキ 200g 1100円を、アキオッチは OK ステーキ 300g 1650円にしました。せんべろメニューがあり、ドリンクとお惣菜の中から好きなものを3つ選べるとのことで、こちらも1つ注文しました。3つのうち迷いなく1つはオリオンドラフト生、そしてアキオッチはノンアルコールビールを選びました。それでは乾杯。よく冷えていて美味しいです。間違いないです。今夜のステーキディナーの料金はこうなっています。ステーキを食べて、ビールやノンアルを3杯も飲めて、2人で3750円はお財布に優しいです。今夜の夕食、1100円のステーキ来ました。綺麗な焼き目がついたお肉にはニンニクチップが乗り、熱々の鉄板がジュージュー音を立てて美味しそうです。アキオッチの 300g のステーキは迫力があります。それでは熱々のうちに早速いただきたいと思います。
ナイフを入れた感じはとても柔らかそうです。いただきます。おいしいです。このお値段で熱々のステーキが食べられる沖縄、恐るべしです。もちろん高級店のステーキに匹敵する味というわけではありません。ですが癖もなく柔らかくて美味しいので、リーズナブルにお腹いっぱいお肉を食べたい時には十分満足できるお味だと思います。正直国際通りでこのお値段でお肉を食べれるなら次回も私はここでいいと思います。それではゆっくりいただきます。うん、お腹いっぱいになりホテルに帰ってきました。ふかふかのベッドで明日に備えて休みたいと思います。明日は北部に向かいます。ちょっともったいないですが、明日はこのホテルには戻らず急遽思いついて北部で一泊してくる予定です。長くなりましたので今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画ですぐお会いいたしましょう。次回の虹色トリップは北部の海と美味しいものを思い切り満喫します。お楽しみに。